奨学金制度がないだって?ああ、リトルリーフが調べてくれた。一体何が起こってる?エブナはオラクルが使われたと睨んでる。私たちがオークションや普段使ってるあの?ああ、オラクルはあったら便利な魔法なんてものじゃない。物事の仕組みを変え、正当化できるまさに信託だ。まあ、これはエブナからの受け売りだけどな。なるほど、今までどうやってお客さんから多くお金をもらったりしているのかと思っていたけど、お客さんはそれが当然だと思っていたから払っていたのか。誰がこんなことをしたのかわからないが、これで金の問題がなくなったわけじゃない。また何か問題が?山のふもとにいる人間が工事で教会の基礎を壊そうとしているらしい。チャンチョン市の建設会社が開発しているらしくてな、株主は HOBA って企業だ。教会以外の被害は?森の中にある湖が汚染された。この湖は精霊が身を清める場所でな、本来なら猫の王の力で清められるんだ。だけど森の規模が減ってきた結果、力が弱くなって湖が汚染されたってわけだ。なるほど、つまりその事業を停止させなければならないということか。猫の王には命を助けられてるし、精霊との協力関係にもひびが入るからな。しかしどうやって器用に口利きする気だい?それが、主人公には心当たりがあるようでな。K に電話をし始めたんだ。それでどうにかなったらしくて、200万ゴールドで手を打ってくれるらしい。もちろんいきなりは払えない、まずは月末に50万を要求してきた。K は HOBA とつながりがあるのか。事業を停止できるぐらいだ、かなり深くつながってるんだろうな。それと、K が近々ホテルに来るぞ。彼が来るということは祝宴の話かい?そうだ、前回の祝宴で参加資格があるということが認められたからな。祝宴の説明をしてくれるらしい。わかった、その時には私も同行する。よし、その時までお互いやることをやるぞ。おはよう、ヤングマスター。どうも、K さん。この人は本当に現れた。礼儀正しい態度にもかかわらず、彼を信頼することができない。まるで、最強の捕食動物に観察されているみたいだ。こんにちは、チェックインをなさいますか?はは、大丈夫さ、ありがとう。トリポか、彼を楽しませる必要はないよ。こんな荒れ地にある素朴なホテルは好きじゃないだろうからね。おいおい、なぜ私に対してそこまで失礼なんだ?ただここにあまり長居したくないのは事実だ。この土地は、え?夜な夜な耳をつんざくような、脊椎に伝わるような不快予感を感じたことがあるだろう?本題に入りましょう。さて、祝宴の話だが、引き続き委員会が主催する。もちろん前回同意したように君も委員会に参加し、組織チームのメンバーになる。一体何をすればいいんですか?具体的な内容は事前の打ち合わせで説明する。事前の打ち合わせ?不安なら、君の友人を参加させてもいい。陛下、その打ち合わせに同行させていただいてもよろしいでしょうか?トリポか?君は行きたいかい?私の大釜が、委員会の手に渡っているので。そうだ、前回の祝宴の時、トリポカが大釜を貸して助けてくれたんだ。わかった。死神の訓練生を連れてくるのか?それは賢い選択だね、ふ。K はいつも身につけている懐中時計を上着から取り出した。僕の立っている場所からは、時計のケースに埋め込まれた紫色の宝石がキラキラ輝いているのが見える。軽くカチッという音を立てて、時計のケースをパカッと開けた。手の中で早く針が回っている。一瞬のめまいと混乱を感じ正気を取り戻すと、自分が、真っ暗でありながら透明度の異なる線で区切られた空間にいることに気づいた。ああ、まだ全員集まっていないようだね。突然、後ろから軽く引っ張られる感じがした。振り向くと、すぐ後ろにトリポカがいて小さな指で僕の服を掴んでいるのが見えた。陛下。軽々しく約束をしないでください。私はオーロラ協会を代表してここに来ています。そうだろうな。私の場合は HOBA、ヘルメス・オブ・ブラインド・アルカナを代表している。HOBA の代表になれるほどの地位なのか?事業を停止できるくらいだから不思議ではないさ。これを知っていたから主人公は K に電話をかけたんだね。くそ、本当にこいつは何者なんだ。僕は自分自身を代表してここに来た。今ではすっかり顔なじみですね、ミスター・マーキュリー。ここにいるヤングマスターは人類代表だ。
そんな大げさに言わなくてもいいだろ。そしてこちらは、死神の訓練生だ。私は死の党を代表することはできません。私の陛下の偉大なる死神です。ああ、わかっている。君はただ目撃するためにここにいるのさ。オレンジがかった黄色の色合いをした見慣れた人物が突然現れた。ふう、空間投影は疲れるね。なあなあ。さて、私は精霊局を代表してここに来たよ。つまり、この世界に存在するものとしないものすべてがここに集まりました。確かに。祝宴委員会に新しいメンバーを紹介するには、資格の基準を見直す必要がありますがね。あ、もう調査は行っているけど特に問題はなかったよ。純血の人間が。彼はまだ成長中なの。彼が汚染されていないことを確認します。この土地に4ヶ月も汚染されずに滞在できたことは、彼の資格の十分な証拠だ。人間も汚染されるのか？それは私も初耳だが、精霊は契約がうまくいかないと汚染されるらしい。汚染された人間がどうなるかは考えたくないね。それなら、祝宴の意義について説明させてください。お願いします。太古の昔、巨大な獣や人型の生物がこの地を闊歩していた時、星に降り立った異邦の神がいました。彼らは私たちの理解を遥かに超えた存在で、いいえ、基地の現実すべてを超えた存在でした。信じられないほど、とてつもないほど古いものです。彼らは容易に文明を破壊し、生命を消滅させることができましたが幸いなことに、私たちの世界を非戦場と考えてはいませんでした。彼らはただ通り過ぎただけだったのです。しかし、通過しただけで彼らは無数の残骸を残しました。たった一目で、私たちの世界に無限の闇が訪れた。この力はシャドウとして知られています。この種のシャドウが私たちの世界に存在した古代の獣と結合して異星の獣となりました。異星の獣は別の場所から来たって聞いてた。彼らの強大な力は異界の神々から来ていますが、彼らの肉体は私たちの世界に由来しており、この世界に属していると同時に属していないのです。それと祝宴に何の関係が？長く暗い歴史は省略して、早速本題に入らせていただきましょう。今日ここに代表される皆様はかつて異星の獣と戦うために団結し、彼らを斬滅した。あの異星神たちも星に帰りました。しかしいつ彼らが再び私たちの世界に視線を向けるかはわかりません。斬滅？エブナがいるじゃないか。ふむ、どうやらそのあたりがエブナに関係ありそうだね。異星の獣の魂を奪う方法か、一体何をしたんだ？そのため、私たちは情報を交換し、集団の力を強化する秘密結社を維持してきました。時間が経つにつれて、この情報交換はオークションに変わりました。オークションで取引されるアーティファクトは、私たちに力を与えてくれます。再び降臨するかもしれない神と戦うためのね。なぜ魂を通貨として使う？ここからは死の塔の管轄です。現在の世界を維持するための残酷な努力の燃料として、無数の魂が消費されます。魂は強力なエネルギー源なのです。その通り、従って私たちはそれが世界的に受け入れられる交換媒体であると考えています。それで、この中での僕の役割は？祝宴の儀式は、いわゆる集金とオークションにのみ合理化されてきました。委員会のメンバーになると、各祝宴への参加権を獲得できます。あなたはさらにこの土地を祝宴の会場として提供してもらう必要がありますがね。うん？祝宴が近づくにつれ、オークションプールに追加するアーティファクトを提供する必要があります。委員会はその見返りとして、一定量の高純度の魂を提供する予定です。うん？今のところはそれで終わりです。それだけ？ゆっくり取り組みたまえ。まずは明日のオークションに向けて、アーティファクトを寄付する必要がある。提供しない場合はどうなるんですか？それは危険とみなされる。わかりました。それではまた明日。マスクを忘れずに持参するように。それで、どうする？どうするも何も、アーティファクトを作れていない。作ろうと思えば作れるけど、魂も少ないし掃除をしなくちゃならない。だから今回は危険しよう。わかった、それにしてももう4ヶ月も経ったんだな。いよいよ計が動き出したね。
あいつが何を考えているのかわからないけど、できる限り抵抗してやる。ここまで視聴してくれてありがとう。Kの動向が気になる人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。それでは、また会おう。